信のニュースが飛び込んできました。被災された方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。また被災地で復旧復興のために力を尽くされる関係者の方々にも敬意を表したいと思います。今回大変な被害を受けた地域では避難所が設けられたとマスコミで報道されました。2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震の時も避難した方々が配給の食べ物を受け取るために行列を作っていた様子を皆さん覚えていらっしゃいますか？苦しい状況にあっても騒いだり暴力を振るったりせずに整然と列を並び待っていました。その様子はマスコミで取り上げられました。我慢強く並ぶ被災者の姿を見て世界中の人々は心を揺さぶられ涙を流しました。天災の恐ろしさのためではなく日本人の精神的自然的強さのため、極めて困難な状況の中でも何か心に訴えるものを感じたため彼らは泣き感動したのです。被災を乗り越えようとする姿の尊さ、美しさが世界のマスコミに称賛されたのです。行列に並ぶことは秩序を守ることであり、秩序は平穏、平等、そして美しさをも感じさせると言えるのではないでしょうか。